皆様こんにちは。今回の動画は草花メンテナンスです。それではご覧ください。ラグランジアのブライダルシャワーです。白い花びらがひらひらとしてとても綺麗です。ラグランジアは葉っぱが小さいのでお花がよく目立ちます。満開を過ぎ、花びらが若干傷んできました。まだまだ綺麗ではありますが、今シーズンは終了にします。切り戻しました。液体肥料を与えました。ラグランジアは花が終わっても肥料を切らさないことが来年たくさん咲かせるコツだそうです。葉っぱの色を観察し、薄いようなら肥料切れのサインです。私は固形肥料も使って肥料が切れないようにしています。金魚草です。年明けにトレーまとめて300円で買った金魚草ですが、切っては咲いてを何度か繰り返し半年近く楽しめています。直近では4月下旬に切り戻しています。花柄が目立ってきたので切り戻します。切り戻しました。金魚草の花期は6月頃までとのことなので、もう一回お花が楽しめるかどうか微妙なところです。できれば夏越しして長く楽しみたいと思っています。5月の初めに作った寄せ植えです。見切り品で買って冬越ししたエキナセアとサンクエルなどを使っています。エキナセアはシャイアンスピリットという暖色系の品種です。サンクエールがだいぶ広がってきました。アルテルナンテラの千日小鈴は少々徒長気味です。ジャスミンのお花も咲き始めました。品種はホワイトプリンセスです。羽衣ジャスミンの改良種です。お花の時期が晩秋までと非常に長く楽しめます。筒状の花びらで咲いているものもあります。つぼみも次々に上がってきています。株元に枯れ葉があります。お花に虫がついていたので薬をスプレーしました。液体肥料を与えました。なおサンクエールはもともとはオーストラリア原産の植物のため、リン酸分の少ない肥料が推奨されています。マグアンプ K などリン酸が極端に多い肥料を元肥として使うのは避けた方が良さそうです。株元にはウルトランを撒きました。自己責任にはなりますが、私は100均で買えるボトルに入れて使っています。ボトルに入れることで匂いが気にならず便利です。オルトランの匂いは有効成分が分解される過程で生じる匂いで、体に悪影響はないそうですが、私はかなり苦手です。なでしこです。こちらはサントリーフラワーズのなでしこミーテです。色はピーチラテです。こちらはコメリで買ったナデシコです。ダイヤブンダのレッドピコティです。とても花付きの良い品種です。こちらはスカーレットピコティです。虫食いの被害がひどいです。
2つの鉢ともに花柄が目立ってきたのでカットします。ハサミでザザッと刈り込みます。株元に落ちた葉っぱはなるべく取ります。あまり神経質になると時間ばかりかかってしまうので、私は大体でいいやという気持ちでやっています。株元の黄色い葉っぱもむしり取っています。普段の水やりで水圧がかかり、土がデコボコになっているので慣らします。この時期、株元にはダンゴムシやナメクジがいることが多いです。それらはしっかりと駆除します。切り戻しは害虫を発見するのにも良い機会だと思います。害虫防止のためにオルトランを巻きます。こちらも同様に作業します。まずは鉢の縁を目安に切っていきます。株元に手を差し込んで潜っている枝を引き出して切っていきます。アップでは映しませんが、ナメクジやダンゴムシがいたのでハサミでつまみ出しています。株元に落ちた葉っぱは菜箸でかき集めてから取っています。ラベルが出てきました。植わっているのは2022年の10月に100円で買った株のようです。100円で1年半以上楽しめているなんてありがたいことです。切り戻してさっぱりしました。株元にはオルトランを巻いています。こちらのアジュガはバーガンディグローという斑入りの品種です。日向で乾燥気味を好むナデシコと日陰でやや湿り気味を好むアジュガを一緒に植えてしまっています。この組み合わせは悪い例です。アジュガが葉焼けして弱る前に掘り上げて別管理にしたいと思っています。カリブラコアのダブルミルクレープです。5月中旬にバッサリと切り戻し、その後1ヶ月もかからずにまたこのようにたくさん咲いてくれています。黄みがかったホワイトが本当に可愛らしくて大好きな品種です。花柄が目立ってきたので切り戻します。作業後の姿です。液体肥料を与えてオルトランを巻きました。こちらもカリブラコアです。品種はミリオンベルのハンディです。先ほどのダブルミルクレープと同じ白いカリブラコアですが、こちらは混じりっ気のないホワイトです。後ろに植わっているのはオステオスペルマムです。品種は 3D バナナシェイクです。4月に見切り品で買った株です。もう一つはブルーアイビューティーです。やはり4月に見切り品で買った株です。こんもりと綺麗に茂っていますが、梅雨から夏を風通しよく過ごさせるために切り戻します。作業後の姿です。だいたい半分くらいの高さにしました。黄色くなっていた葉っぱも取っています。株元もお掃除してオルトランを巻きました。液体肥料を与えています。オステオスペルマムは秋にもう一度切り戻します。
マーガレットです。品種はスマッシュのダブルアプリコットです。3月に買った株です。寒い時期はアプリコット色で花びらの数も多く、ポンポンのように丸く咲いていたお花ですが、気温の影響か最近咲いたお花はイエローでサイズも小さいです。一緒に植えてあるのはディアスシアです。夏越しに備えて両方とも切り戻します。作業後の姿です。バッサリと切り戻し殺虫剤をまきました。